ファウンテン軍はアメリカ合衆国インディアナ州の西部、ボバッシュ川の東岸に位置する軍である。公式には1826年にインディアナ州53番目の軍として設立された。2010年国勢調査での人口は17,240人であり、2000年の17,954人から4.0%減少した。群長所在地はコビントン市であり、 同軍で人口最大の都市はアッティカ市である。軍内には8つの法人化された都市と町があり、その総人口は約9700人である。他にも多くの未編入の町があり、また11の軍区に分かれ、それぞれ地方サービスを行っている。軍内を週間高速道路が1本、アメリカ国道が2本、インディアナ州道が5本通り。 また、鉄道の幹線が一本通っている。インディアナ州は1816年に設立された。ファウンテン軍となった地域で、最初の非戦住民開拓者は1823年初期に入ってきたフォーブスと考えられており、間もなく他なものが続いた。ファウンテン軍は公式には1825年12月30日の州法で設立され、 その方は1826年4月1日に有効となった。その後も軍の領域は変更されなかった。軍名はケンタッキー州の軍人で北西インディアン戦争の1790年10月22日に起きたハーマーの敗戦で戦死したジェームズ・フォンテインにちなんで名付けられた。その戦場は今日のフォートウェイン近くだった。ファウンテン軍。 1876の地図初代の群庁舎1827年にコビントンに建設された2階建て木枠組の建物だった。この建設にはエイブラハム・グリフィスが335ドルで一番札を取った。2年後の1829年、レンガ作りの建物が必要だと決められ、新しい庁舎の建設計画が立てられたが、当時の州法で、 軍庁所在地の移転を要求してきた。最終的に軍庁所在地はコビントンのままとすることが決められ、レンガ作りの軍庁舎は1833年に完成した。三代目の軍庁舎は1856年に発注され、1857年に33,500ドルをかけて完成した。 1860年1月には最初の巡回裁判所がこの建物で開かれた。しかし、同日に火事が発生して、建物は大半が破壊された。四代目の軍庁舎は建築家、アイザック・ホッチソンが設計し、1861年1月に完成した。建築費は54,624.05ドルだった。 現在ある5代目の軍庁舎は1936年から1937年に24万6734ドルをかけて建設された。これは前の建物が安全ではないと宣言されたために建て替えられたものだった。工事はシカゴのジェイコブソン兄弟が請け負い、ルイス・アール・ジョンソンとラファイエットのオルター学派が設計した。 軍庁舎の内壁には1937年から1940年にかけてユージーン・フランシス・サベージなどが多くの壁画を描いた。壁画の広さは総計で2500平方ヒートあり、インディアナ州西部の開拓の様子を描いている。ボバッシュエリー運河の建設は1832年に始まり、南西に伸び、1842年にはラファイエットまで開通した。 1846年には、コビントンに達し、1847年、運河を使った軍内の交通が始まった。後に開通した、軍、軍最初の鉄道は、トレドオーバッシュ・アンド・ウェスタン鉄道であり、軍の東から北部を抜け、1856年には、アッティカまで延伸された。翌年にはさらに西のオーレン軍を抜けて、イリノイ州との宗教まで達した。別に、 インディアナポリス・クローフォーズビルダンビル鉄道が1855年に建設開始したが、州全体の経済のために1858年には中断された。この線は別の経営者によって1870年に完成し、1871年には列車の運行を始めた。ファウンテン群ではコビントン、ビーダーズバーグ、ヒルズボロを通っていた。 現在のファウンテン群ズファウンテン群の北と西の群、境は北東のティピカヌー群から流れてくるウォーバッシュ川になっている。川向こうの北西側はウォーレン群であり、その向こうはイリノイ州である。南西側はバーミリオン群であり、ウォーバッシュ川が一部群境になっている。南は陸続きでパーク群、東は同じくモンゴメリー群となっている。 州都インディアナポリス市は約60マイル東にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は397.88平方マイルであり、この内陸地395.66平方マイル、水域は2.22平方マイルで、水域率は0.56%である。土地の標高は北東部での770フィートから、 南西部の465フィートまで変化している。南東部では、ウォバッシュ川が群域から出ていく。群前域がウォバッシュ川流域にあたり、川に沿って南西に向け緩やかな傾斜がある。強度は厚さ数以内、群領域の約84%が農地である。ウォバッシュ川沿いアッティカの約7マイル南西に、ポートランドアーチ自然保護区とミラーキャンベル記念領域があり、 この広さ435エーカーの領域は、インディアナ州自然資現象が管理している。ファウンテンという小集落のすぐ南にある。メロット町小橋川越しに、ファウンテン群を望むアッティカにある19世紀の家屋、アッティカ市を西から望む主要高規格道路週間高速道路74号線は、4車線の高規格道路であり、群中央を東西に抜けている。 東のインディアナポリス市から西のイリノイ州をつないでいる。アメリカ国道136号線は2車線であり、週刊高速道路74号線とほぼ同じ経路をたどっている。東部では週刊高速道路74号線の南をビーダーズバーグとコビントンの間では北側を走っている。アメリカ国道41号線は南北方向の道路であり、 北西のウォーレン軍から入り、アッティカを抜け、南のビーダーズバーグから、テレホート市に向かっている。東西方向に3本の修道が通っている。インディアナ修道28号線は、ウォーレン軍からアッティカに入り、軍北部を東に横切っている。インディアナ修道32号線は、西のペリーズビルから、ファウンテン軍中央部に入り、軍内を横切って、東のクローフォーズビルに抜けている。 インディアナ州道234号線は、軍災南部の道路であり、西のカユガから入り、東にキングマンを通っている。南北方向の州道は2本ある。インディアナ州道55号線は、アッティカから軍内に入り、アメリカ国道41号線と共用して、南に向かう。ロブロイの町で東に分かれ、南東部をニュータウンに向かう。 インディアナ州道341号線。鉄道のフォークサザン鉄道が、軍の北端を通っている。この線は、イリノイ州ダンビルとラファイエットを結んでいる一都、キャリーズ・アバウト45フレート・トレインズ・イーチで、空港北東隣のティピカヌー郡にある、パドゥー大学が、パドゥー大学空港を運営しており、州内では2番目に利用数の多い空港である。州内第一の空港である、 インディアナポリス国際空港は約70マイル東にある。ファウンテン軍は州内大半の地域と同様湿潤大陸性気候にあり、欠片の気候区分はリーフである。冬は寒く、寒気がなく、夏は暑い。近年、郡長所在地であるコビントン市の平均気温は1月の下市15度から7月の下市85度まで変化している。 過去最低気温は1994年1月に記録された歌二26度であり、過去最高気温は1988年8月に記録された歌詞105度である。月間降水量は2月の1.80インチから6月の4.53インチまで変化している。1950年から2009年の間で、軍内では6個の竜巻が発生した。死傷者は出なかったが、 被害総額は2500万ドル以上と推計されている。軍内の公共教育は3つの主体が管轄している。アッティカ統合学校法人は北部を管轄し、2009年から2010年の学校年では児童、生徒数964人である。アッティカ小学校とアッティカ中、高校が含まれる。コビントンコミュニティ学校法人は西部を管轄し、同年度の児童、 生徒数1,012人である。コビントン小学校、コビントン中学校、コビントン高校が含まれる。南東部は、南東ファウンテン学校法人が管轄し、同年度の児童、生徒数1,279人である。南東小学校、ファウンテン郡中央中、高校が含まれる。軍政府は憲法による政体であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、 特別の権力を認められている。軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、 所得税と資産税は州の承認を要する。行政委員会は軍政府の行政府である。委員は軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が議長になる。行政委員会は軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、 軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は一つの巡回裁判所を維持している。その判事は4年間任期で選出され、インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければならない。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、登記官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。 任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求められ、また、軍の住人でなければならない。各軍区には、消防と救急サービスを管理し、生活保護と墓地の管理などを行う委託者がいる。これを3人の委員からなる、軍区委員会が補助する。委託者と、 軍区委員は4年間任期で選出される。ファウンテン軍はアメリカ合衆国会議員インディアナ州第4及び第8選挙区に属している。インディアナ州議会上院では第23選挙区に属しており、会員では第42選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ファウンテン軍は下記11の軍区に分割されている。 当初1826年7月24日に設定された時は5軍区だった。すなわち、ケイン、リッチランド、ショーニー、トロイ、ウォバッシュだった。その後に、デイビス、フルトン、ジャクソン、ローガン、ミルクリーク、バンビューレンの6軍区が追加された。軍内には8つの法人化された都市と町がある。最大のものはアッティカ市であり。 人口は3245人である。軍北部の小橋川南東側岸にある。アメリカ国道41号線、修道28号線、道55号線が市内を通っている。軍庁所在地のコビントン市が2番目に大きく人口は2645人である。やはり小橋川沿いにあり、アッティカからは約10マイル南西側の下流にある。 アメリカ国道136号線が通り、週刊高速道路74号線の北にある。3番目の町は、ビーダーズバーグ町であり、人口は2180人である。軍の中心に近く、アメリカ国道41号線、州道136号線、週刊高速道路74号線が交差している。その他の町は、人口1000人未満である。ニュータウン、 メロット、ヒルズボロ、ウォレスであり、すべて軍東部を南北に走る、州道341号線沿いにある。キングマンは最南部にあり、州道234号線が通り、アメリカ国道41号線からは、約1マイル西にある。上記の都市と町に加えて、多くの小さな未編入の町がある。軍南西隅のフルトン軍区にはケイツとシルバーウッドがある。 その東のミルクリーク軍区には、ハーベーズバーグ、スティームコーナー、イエットがある。フルトン軍区の北にある、ウォバッシュ軍区には、コールクリークがある。ビーダーズバーグ町が入っているバンビューレン軍区には、ストーンブラフがある。その北のショーニー軍区には、ファウンテント・ロブロイがある。デービス軍区のリバーサイドは、ウォーレン軍インディペンデンスの対岸にある。19世紀後半に、 ウォバッシュ郡区、コビントン市からは南に鉱山町ストリングタウンがあったが、現在は存在していない。軍内、特に南西部にはいくつか炭鉱がある。ダニエル・ W ・ボヒーズ。民主党所属のインディアナ州選出上院議員。オハイオ州で生まれたが、幼児の時に家族がファウンテン郡に移った。ビーダーズバーグの学校に通い、1849年に、 カレッジを卒業し、法廷弁護士となり、コビントンで弁護士業を始めた。1857年には、テレホート市に移った。1877年から1897年まで上院議員を務め、ウォバッシュの背の高いプラタナスと呼ばれた。南北戦争期には、反戦主義のコッパーヘッドだった。1897年に、ワシントン DC で死亡し、 テレホート市に埋葬されている。ありがとうございます。